ただいまから茨城県警察サイバー攻撃特別捜査隊の発足式を行います。起立。最新の知識技術の収集や都道府県警察の垣根を越えたノウハウや情報の集約共有の取り組みを推進し、県民の目に見える形で成果を上げ、安全で安心できるサイバー空間の実現を目指し、全力を尽くす所存であります。サイバー攻撃への対処には関係事業者との協力関係あるいは信頼関係が極めて重要であります。また事態対処のためには生活安全部門、情報通信部門との連携など組織の総合力を発揮することも必要不可欠であります。サイバー空間における安全を確保するため、諸君の一層の奮闘を期待し、私の訓示といたします。